江北町役場を訪れたのは江北少年野球の選手などおよそ30人です。チームは先月24日から佐賀市で開かれ、予選を勝ち抜いた県内16の軟式野球チームが集う大会の決勝で、去年の王者高木瀬小クラブを相手に11点を奪い、6回コールドで勝ち、初優勝を果たしました。昨日は選手たちが優勝を報告し、山田町長は、さまざまな大会の中止が相次ぐ中、この優勝は町が元気をもらえる嬉しい話、今後も野球ができることに感謝して頑張ってほしいと激励しました。みんなが打てていたから勝てたと思います。最後の大きな大会だったので嬉しかったです。チームは江北小の2年から6年の22人が在籍し、今年で創部50年を迎えます。